本日オリックスがレンジャーズ 3A に所属するジョー・マッカーシーを獲得したと報道がありました。1年契約で年俸はなんと9000万円。昨年獲得したラベロが年俸3500万円だったことを考えると、ほとんどメジャー経験のないジョー・マッカーシーに年俸9000万円というのはかなり破格の契約と言えます。マッカーシーは去年の 3A で打率3割5厘、ホームラン15本、今年のオープン戦でも大活躍したことを考えると状態はいいものと思われます。代表取材に応じた福良 GM はチームに必要な長打力に期待している、今のチーム状況を考えたらやっぱり長打力が足りない、ピッチャーが頑張っている時に早めに手を打たないといけないと思って獲得することにしたと語っていました。このタイミングで正式契約がまとまったということは、5月上旬にはマッカーシー選手は一軍に合流しているものと思われます。マッカーシー選手のポジションはファーストと外野、今現在チームの足を引っ張っているポジションなので、このマッカーシーの加入がチームの飛躍に大きく貢献する可能性はあります。マッカーシーがどんな活躍をするのか注目して見ていきたいと思います。マッカーシー選手に関する詳細な動画は概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。